はい、皆さんこんにちは。今日はね、Apple Watch なんですけどね、購入しましたって方もね、リクエストいただいたんで、今日はね、地味だけど結構便利な機能っていうのを16ほど集めてみたので、ぜひね、ご覧くださいませ。それではいきまーす。はい、ということで、まずはね、これ、まあ、基本機能なんですけどね、音声通話っていうのが、まあ、地味ながら結構使えるなってことで、まあ、iPhone にね、つないでる時も、あるいはセルラーモデルで単独通信の場合もそうですけども、着信発信問わず音声通話だったら、このマイクとね、スピーカーのクオリティが結構ね、高いんでね、まあ、こうやってかかってきてもね、手元でね、出ることできますし、まあもちろんね、スピーカーですからね、ハンズフリーという感じで、まあ外に音はね、聞こえてしまうんですけどね、まあ人がいない時にはね、私はよく使っていますね。まあ、出れなかった時の不在着信なんかの通知も便利ですね。はい、そしてこれもね、再生中メディアの操作って、まあ地味なんだけどね、結構便利な機能で、まあ、例えばね、iPhone で何かをね、再生している時に、まあ AirPods とかね、イヤホンつけててもつけなくても出てきますけど、まあこの Apple Watch でね、音量の調整とかね、再生一時停止、次の曲、前の曲、まあ、一通り操作ができますからね、とても便利な機能となっています。で、お次は今日の気温と天気を確認ってことで、まあ私の場合は普段ね、こんなような文字盤とか多いですけども、ただ寝るときはね、あらかじめこれにしておくと、まあ、そうするとね、朝起きたときに iPhone 探さなくても、気温の最高気温、最低気温とかね、今の気温なんかわかるんで、まあ服装をね、考えるときにね、とてもいいんですよね。で、必要に応じてタップすれば、このようにより詳細なものも確認できますから、まあそれもね、便利な機能ですし、で、表示させたい場所については iPhone のウォッチアプリの方に、まあ、この天気という、ね、項目がありますから、これはまあ純正天気ですけどね。で、まあ、これでデフォルトの都市の設定ができるようになっています。で、現在地にしておくと、まあ、旅行とか、ね、移動した時に、まあ、そのまま自動切り替えになりますし、好みの都市を設定することもできます。で、天気については Yahoo 天気も併用しているわけですけども、これ主な目的は速報ということで、で、これ Yahoo 天気のね、アプリ iPhone にインストールしておくと、メニューのアプリ設定というね、ところで、まあ、このプッシュ通知設定っていうのがあるんで、ここで、ま、必要な項目とか場所とかを設定しておくんですね。まあ、これ天気予報、雨雲接近とかね、ま、いろいろありますけども、で、そうすると Apple Watch の方に、まあ、この一般的な天気のね、ニュースの通知なんかが来ますし、まあ、温度差その他ね、いろいろ通知してくれるんですよね。まあ、あとは一番いいのはやはり雨雲接近情報ですね。まあ、これで何度もね、助けられて、まあ、洗濯物とかね、出先で濡れないで済んでいます。そして通知以外だと、Apple Watch の方にアプリが入りますから、表示地点を選ぶことができます。今はね、品川区になっていますけども、まあ、これによって、ウォッチの方のね、Yahoo 天気アプリ、これ開くと品川区になるということでね、まあ、このあたり、アプリとしても使うことができます。で、あとはまた地味だけど便利なのが Siri に頼むタイマーでございますが、まあ、こちらはね、この、まあ、腕を持ち上げて Hey でね、やる方法もありますし、まあ、あとはこのデジタルクラウンを長押しすると、まあ、Siri が起動します。3分測って。3分のタイマーを開始します。まあ、料理中なんかね、特に便利ですね。はい。で、お次もね、地味だけど便利なのがカメラリモートという機能。このように Apple Watch のカメラリモートアプリをタップするだけで、あっちの iPhone 側もですね、カメラが立ち上がるんですね。そして、まあ、このようにですね、プレビューを見ながら操作が可能ってことで、まあ、Zoom なんかもね、これね、対応してるんですよね。まあ、ちょっとタイムラグありますけど、十分使える範囲ですね。で、まあ、その他ね、もちろん写真を撮るシャッターというね、機能もあるんで、まあ、このように、まあ、普通に押せば、写真が撮れます。そして長押しをすると押してる間動画になるというね感じなんで、まあ集合写真ね撮るときなんかは非常に重宝したり、また手の届かない場所に iPhone を置いて、まあ、こう撮ったりするときもねできて、で、設定の方もね、いくつかウォッチの方から変更が可能となっています。はい、そしてもう一つ地味に便利なライト機能、まあ懐中電灯ですけどね、まあこのようにコントロールセンターを表示すると、中ほどにこの懐中電灯のね、マークがあるんで、まあこれをタップします。
そうするとね、こう画面がね光って懐中電灯代わりになるんですけども、ちょっと分かりにくいんでね、部屋を暗くしてもう一回お見せしますと、このようにね懐中電灯のマークをタップして、でさらにもう一回タップすると光量が増してですね、でこれがまあ私の場合ね寝る時もつけてるんでね、まあそんなのもあって、ちょっと起きた時に何かをね部屋の中を一部見たい時にはね、まあ割とねよく使える機能ですね。はい、そしてこちらも地味に便利、クレジットカードの生体認証が不要ということで、まあこの iPhone の場合はですね、こちら例えばこのサイドボタンダブルクリックして、まあ、何かねクレジットカードを使いたいとかっていう時には、まあ Suica の場合にはですね、ロックしても使えるエクスプレスカード機能なんていうのありますけど、まあクレジットカードはまあ例外を除いて基本的にはですね、まあ生体認証もしくはパスコード入力が必要なんですけどね、まあこういう感じになりますよね。で、ウォッチの場合にはこの装着している時はパスコードをすでにね入力したという状態になりますから、まあ、この特にね認証作業を追加でしなくても、このかざせばクレジットカードが使えるようになっています。で、あとは PayPay の方も地味ながら支払いに使えたりします。 PayPay アプリというのを Apple Watch の方にインストールしておけば使える機能ですけども、でこのアプリで QR とバーコードね2種類表示ができるんで、まあ向こうのお店の端末で読み込んでもらえば支払いができます。ただし制約もありますんで、そこはちょっとね注意が必要なんですけども、まず1つ目はね PayPay 残高からしか払えないんですね。だからクレジットカードにするってことはできません。あとはカメラがないですから、お店が掲示している QR の読み込みの支払いは不可能で、そして通信がね必要な PayPay ですから、 Apple Watch 単体での支払いはセルラーモデルでモバイル通信を契約しているのみとねなりますね。それ以外は iPhone が必要になってきます。あとは表示がちょっとね小さいので、店頭のリーダーでは読めない時もあるんでね、まあ、そのあたりは注意が必要ですけど、条件がはまれば結構便利な機能ですね。で、お次は地味に充実した探す機能ということで、まあ元々はね、これ iPhone と Watch のペアリングしたものについては、コントロールセンターからこのボタンを押しますとね、まあ、音が鳴って iPhone が探せたりするという機能で、まあこれはまだだいぶ前からね、ついている機能です。ただね、最近はこの持ち物を探すアプリとか、人を探すアプリとかですね、あとはデバイスを探すアプリとかもできまして、まあこれなんで iPhone と違って3つに分割してるのかわかんないんですけど、やれることが非常に増えまして、持っている Apple 製品がね、まあ、全部ね出てくるようになりました。で、地図で場所が確認できるほか、音を鳴らすこともね、このアプリから可能で、サウンドを再生っていうのを押すと、まあ、これがまあリモートでね、サーバーに1回行ってから帰ってくる状況なんで、ちょっと時間はかかりますけども、まあ、このように iPad mini の方でね、サウンドが再生されて、近くのどこかにあれば、この音によってですね、見つけることができるようになっています。あとはもう一つ最近の機能で非常にいいなと思っているのが、この手元から離れた時に通知という機能でですね、まあ、これ iPhone が Apple Watch から離れた時にですね通知がくれる機能ってことでね、で設定ではね自宅に置いてる場合には除外するなんていう設定もできたりしますんで、まあ、結構ね気が利いてるんですよね。でこれによって例えば出先とかで iPhone をどっかに忘れた時なんかにはですね、ウォッチの方にこのような通知が来て、でセルラーモデルだと地図をたどって探すこともできるんですね。でお次はねシャザムです。これはまあ iPhone でね有名なアプリですけど、ウォッチ版もありますんで、まあこの手元にね常にあるウォッチでこのように気になった音楽があった時に、まあ、タップするとね曲名を教えてくれるということで、まあなんかね iPhone がねバッグの中とかポケットの中にある時なんかはね、このウォッチでパッとやるとねいいんですよね。もちろん iPhone を手に持っている時には何年か前からこのコントロールセンターにシャザムの機能って搭載されましたかね、まあ、それを使うのが一番早いですけども、なんか Watch の場合にはねコントロールセンターにそれがね入っていないので、まあアプリの方からのね立ち上げになりますけど、まあやっぱりね手元でできるから早いんですよね、まあ、そんなんでこの iPhone のシャザムアプリの方にも記録されるようになっています。はい、そしてあとは為替表示ですね。これも地味に便利です。これは株価のねアプリをコンプリケーションとして配置した時に、まあ、この項目銘柄を選ぶことができるんですけども、まあ、私はこのねドル円っていうのをね設定していて、この JPY イコール X っていうやつでこれでね表示をしているんですよね。まあ貿易とかね仕事でやってなくても、この海外通販なんかねやる方にとっては気になるんでね、いい機能だと思います。でお次にまあ地味に使えるなと思うのが血中酸素ウェルネスということで、で、まあ、これについては Apple Watch シリーズ6、7以降の機能になりますけども、まあ、この、まあ、医療機器ではないとね Apple は宣言していますが、
この機能がねアプリとしてあるんですね。血中酸素を測ってくれるわけですが、これはまあ自動で測られた14時間前のね 98% ですけども、まあ、いわゆるね今ここ2年流行っている COVID のね症状がまあこれらしきものが出た時も重症化の目安としてまあこれをね一つの指標にはできるってことで、去年だったが実際に感染した方が医療機器と比べてもそこそこの精度だったとねおっしゃっていましたけど、でヘルスケアのアプリに記録もされるんで、まあちょっとね下振れはうまく測れなかった時のやつだと思うんですけどね、まあ大体まあ目安にはなるという機能ですね。はい、でもう一つはねアップルウォッチでマスク着用時のロック解除ということで、まあこれについてはですね、まあアップルウォッチなくてもこの春から iPhone12 と13については、まあ、マスク着用でもね解除できるようになったんですよね。まあ、これはロック解除とか決済とかパスワードにも使えるようになったんですけど、ただですね、まあこれがうまくいかない時もあるんですよね、まれにね。でそういう時にはこのアップルウォッチも持っているとねこっちでロック解除もしてくれたりする、まあ二重でまあ使える機能がねあるんで、まあパスワードとかね決済には使えないものの、まあ、iPhone X 以降とかですねシリーズ3以降で使えるようになってるんで、まあ、幅広い方が使える機能となっているわけですね。あとはまあ余談ですけども、まあ、Mac のロック解除なんていうのも歴史が長くてですね、まあ、これもだいぶ前からありますけどね、Mac ロック中にですね、何かキーをタップすると、まあ、このようにねウォッチで解除というのができるんで、まあ、これ結構ね便利な機能ですよね。はい、そしてまあありきたりではありますが、睡眠トラッキングは非常に地味だけど便利な機能でですね、まあ私の場合にはサードパーティーのオートスリープというアプリを入れていますけども、まあ毎日のね睡眠の方を記録してくれるんでね、どのぐらい寝たのかが可視化ができます。もちろんねこれオートスリープ買わなくても Apple 純正で入ってる機能ではありますけどね、まあ、この iPhone アプリの方ではより詳細な記録がね、振り返って見れたりするんで、まあ、そのあたり、まあ、オートスリープの方が純正の睡眠よりもですね、まあ、詳細が確認できたりしますよね。ウィジェットにも対応しています。はい、そしてまたありきたりでもありますが地味に便利な機能、活動系ですけどね、まあこのコンプリケーションにもありますんでタップすると、まあ、本日どのぐらい動いたかが分かります。まだ全然動いてないですけども、でフィットネスアプリと同期しますから、まあ、これをタップすると、まあ、過去の記録とかもね分かるんで、例えばね昨日だとこんな感じとかね分かるんで、まあ運動不足をね確認できるんで、まあなんかね歩いたり走ったりしなきゃいけないという確認になりますよね。はい、ということで、まあ、Apple Watch はね、存在自体が、まあ、機能としては地味は地味なんですけどね、まあ、結構使ってみると、細かいところでちょっとずつ快適になるなんていうものがありますんで、まあ、皆さんね、何かこういうのいいですよっていうのあればですね、コメント欄でお待ちしております。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方は、いいね。そして、おすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。